何やってんだよ木村。木村元大学助教授。何やってんだよ広島ニュースからなんですけども、県内複数の宿泊施設にある女性の浴場に侵入してカメラを設置ということでね。要するに、いろんなところの女性用のお風呂場にですね、カメラを設置して、まあ、それで盗撮していたというね、41歳でございます。 木村光被告。うん。せっかくね、41歳大学助教授までになったのに、まあ、ちょっと、気の毒ですよ。気の毒っていうのはね、その職を追われることは気の毒ですよ。顔も出されて。でも、やった行為にふさわしい、まあ、罰を受けるっていうのはもう世の常ですよ、これは。検察は懲役2年休刑。 懲役2年を休憩ってことは、これは執行猶予はつくんでしょうけども、とてもじゃないけど大学にはいらんないですよね。ね。これお母さんは泣いてるぞ、お前、国で。もう私がね、大学授業時になってたら、もうそんな欲望あっても絶対こんなことしないですよ。その地位を失うようなことは絶対にしないですよ。でも、そのぐらい覗きたいっていう欲求が、この方は強かったんでしょうね。うん。にしてもね、こんなニュースにいいねをごって何なんだろう。 思っちゃいますけどもね。ちょっとニュースの方流させてもらいますね。こうやって軽く。はい。40秒ほどのニュースですけども、まあ車に入ろうとしてるこの人ですかね。うん。そんな悪そうな顔には見えないんですけども、まあでもね、裸の動画を撮影した罪などに問われる。まあ、そりゃそうでしょう。ダメですよ。うん。まあいつもの法廷の画像ですね。起訴内容を認める。まあ認めるしかないでしょ、これは。うん。 子どもたちが多く参加する研修場で犯行を繰り返すとはあ、懲役2年休憩刑か何やってんだよ本当